はい、ともゆうたです。本日もガレージ山郷さんに来ております。今日は近藤エンジニアリングさんの、カーボンボンネットをちょっと取り付けようと思います。デカダンボールが届きました。取説もあります。必ず専門ショップにてお願いします。ステッカーも入ってました。で、今回のはこちらの極み匠みやびってあるんですけど、フルカーボンとハーフカーボンと FRP タイプがあって、一応フルカーボン全部カーボン379,500円です。はい、すごいな。フルカーボンだから裏までカーボンだよ。めちゃくちゃ綺麗だな。すごいな、綺麗なカーボンだな。インタークーラーのこのネットもねありますね。今もうね、インタークーラーが今飛び石でもう潰れまくっちゃってるね。これはちょっとありがたいっすね。70.3 超精密発掘。この 0.1 がだいぶ重要だけどね。9だな。76.9。 はい、 70.3 って言いましたっけ、さっき。うん、69ってことは 6.6 キロ。70.4 ってことは 6.5 キロ、 6.5 キロです。この姿はもう最後です。
これは移植パーツですね。これは、うん、ちょっと加工が、うん、ちょっと加工が、うん、フィンを切らないといけない。当たっちゃうんで。ああ、そこのフィンを。なるほど。これはあれなんですかね、防音っていうか精神剤みたいなあれな、熱なんですかね。こういうのは大抵雨が当たって湯気が立たないじゃん。ああ、はい。ボンネット熱くならないようについてる。ああ、なるほど。基本いらない。ああ、なるほど。高い車は大体ついてる。そうですよね。安い車は雨の日逃げた。はい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 。そういうものの対策。ああ、なるほど。純正ボンネットも軽そうだな。ボンネットがないとちょっと面白いな。ああ、これを当たっちゃうってことですか。はいはい。それはいらない。これダンパーあれですよね、バリスだと。そう、バリスはバリス専用のですよね。近藤さんのは純正流用で。なるほど。あー、なるほど、ここに当たっちゃうんですね。そう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 、はいはいはい。あと近藤さんのあのカーボンボンネットの何がいいって、あのここね、この穴から水入ってきちゃうと思うんですけど、それがね、ここに水路があって、水がねエンジンルームに落ちずにこう流れていく設計になってるんですよ。これ素晴らしいと思うんですよね。素晴らしい。ね、他のボンネットの有名な V さんありますけど、あれここの蓋をね、取り外しして結構めんどくさいと思うんですけど、それがねないんですよ。これもうそのままで OK なんで最高ですね。この網もいいよね、ガードも最高。あとは万能なハサミとかでちょきちょき、
切れなくもないとか。刃は新しくないホットナイフとか。あ、そういうのはあると思う。折れないか、さすが新品のクリップまでついてるんですよね。古いの割れちゃってるね。ああ、いいですね。こういうところが社外品って合わないとかあるんじゃない。ああ、そうですね。そういうのがないよね。ちゃんとつきますね、うん、かなり製品の精度が高いです。スペーサーを、うん、だいたいこれつけるとちょうどいいことが多い。あ、なるほど。調整用シムなんで。あ、いかがでしょう。ネジロック台。あ、なるほど、しっかりそこまで。場合によっては1枚とか、うん、その高さとかね、はいはい、ちぎ合わせのスペーサーの大体2枚でっていうことは何とも言えないけど、はいはい、今まで取り付けてきた経験上、はいはいはい、低いとその状態から付けるんじゃなくて、ああ、なるほど、最初から厚くし、はいはい、なるほど。
この段階でこういうメインでもいいんだけど。ああ。ここになんかあるんですか。あのテルテル坊主みたいな。はいはい。でここくるくる回るから。はいはい。ここにスパナかけて、これ取り行っちゃって。ああなるほど。ここで。はいはい。あこれを取んなくても。どっちでも。はいはい。ああ、そうっすよね。バリスのに変えてるんで。右はそうでもないね。でも当たってはいないね。うん。ギリ。うん。そう、途中がね、セルのよ。なるほど。うん、まあ、でも当たってないっすね。左にずらす。変わるかな。うん。うん。もう多少。そうっすね。どっちが悪いんだか知らんけど。いや間違いなくこっちがもう全然合ってなかったんで最初から。ここがすごいずれようだ。かなりかなりいいですね。ゴムの高さ調整で。はいはい。なんかボンピン最後つけるんですけど、はい、この穴を利用してボンピンつけるんですよ。ああなるほど。このボンピンのとこにゴムでスペースあって高さは調整するから、あ純正だとこれがネジになってるから。はいはい。これで高さ調整ができるんですよ。ああなるほど。受けゴムの、はい、もうここのもうここは好みだし。そうですね、うん、僕はまあ全く、うん、知ってる、気にな傷あっても気にならないぐらいの、うん、もうこのぐらいでついちゃうんですよね。そうですね、すごいですね、うん、特に問題もなくついちゃう。安いあの無名とかつけるとぶつかったりしますもんね。そうですね。かなり綺麗。あとはボンピンが推奨なんで。ああはいはい。サーキット走る方は特に。まあそうっすよね。サーキット走る人は絶対つけた方が。やっぱり金属じゃないから。はいはい。割れない保証は絶対ないんで、うん、どこのメーカーも一緒だと思う。はいはい。ストリート走るのに。まあそうですよね。行動は100キロまでしか出しちゃいけないわけです。そうですね。100キロで飛ぶことはありえない。はいはい。バッキとかね、150キロとか、ね。そうですね。ガラスも割れちゃいますもんね。安全のために。はい。強く推奨です。はい。ボンピンの方は、エアロキャッチのやつです。一応あの結構偽物とかあるみたいなんですけど、これ本物のちゃんとしたタイプのやつです。で開けるときはこっちを先にね開けた方がいいみたいです。こういう感じ。
で普通に開ける。こんな感じですね。ここにこうピンがねこう入って開かなくなるというシステムです。これね、こんな感じです。はい、という感じでございます。